かも特に足、そうでもなんか細い子の足を一回なんかこう触ってみたいです。どんだけ細いのか。あにょあにょん、反転も反動もあるか、そうそうそう、頑張ります。ダイエット、足の太いめくるもいいだろうな。いやいやいや、もうダメですよ、ダメダメ。期間で増えたから頑張らなきゃ。そう、あと10、あと11人、あと11人、嬉しい、ありがとうございます。あと11人よかったらフォローしてくださったら嬉しいです。ずうずうしい感じがすごいね。ラーメン食べれる、イエイ。今月には食べれるかな。でも私がママに言ったんですよ、もし2000人行って次の日の朝見て1998とかだったらどうしようって言って。あにょーん、そう、見てさらへん、さらへんよ、さらへんよ。そう、あれ、そう、なんかちょっとまた人が集まってくれたので、私のさっき一回お話ししたんですけど、最近私の流行ってるじゃない、マイブームが大人塗り絵とスクラッチアートっていうのにハマっててですね、ごめんなさい、またその話って思う方もいると思うんですけど、こんな感じで大人塗り絵をしております。朝からラーメン、朝は食べないかな。福建さんあと11人来て。でも3251人の方でまだハート白で。ダメですよ、ハートはピンクです。ハートはピンクにしてくださいね。お願いします。そう。あとね、あれ？塗ったやつあった。これとか。塗りました。宣伝大事。よかったら皆さんフォローしてくださったら嬉しいです。お願いします。面白い配信頑張るので ホラー寿司やめよう。そう、だから怖かった。次の日どうしよう、1998になったらどうしようって言って、もう言った、それは悲しいって言ってっていう感じです。こんな感じで大人塗り絵、そう、頑張って塗って、そう、今日やって、あとはこれは妹がやりました、スクラッチアート。フォローしました。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいです。本当嬉しい。ありがとうございます。いや、でも丸顔皆さん可愛いじゃん。私、髪の毛をね、かき上げてこういう髪型にしたいんですよ。だけど丸顔だから、やめ、やだ、やだ、やだ、と思ってやってない。そう、配信したいんですよ。でも私真剣にやってたら皆さんのコメントがあれ、読めるか分かんない、なんか忘れて、これやってたら大変。そう、これ私の大好きなマイメロちゃんなんですけど、クロミちゃんとマイメロちゃんとピアノちゃんとかがいるのを今日やりました。5時間ぐらいかかってたんですけど、ちょっと皆さんに見せたかったのと、最近私の中で好きだったので、そう、頑張ってやりました。こんな感じで最近マイブームです。グラマとかなんか、そうそう、普通に絵を描くのは好き。うーん、絵描くの得意じゃないけど、まあ嫌いではないかな。ドキンちゃんは、私はドキンちゃんよりコキンちゃん派です。そう、ドキンちゃん派。真剣、でも真剣にやってる私見てたらなんかつまんなくないですか。ちょっと下向いて作業しちゃってる。でも、そう、その配信もいいなってね、思いました。だから、いつかしようかなって思ってる。あと、AirPods が見つかりました。さっきも2回言ったけど、AirPods がまさかの見つかりました。昨日新しいの届いたんですけど、まさかの見つかったっていう。まあ、おめでとうなのか。うーんって感じなのか。本ね、私も本ね、ちょっと。コキンちゃん、そう、コキンちゃん、青色の子です。皆さん知ってるかな。私はコキンちゃんが好きなんですよね。アンパンマンだった。コキンちゃんのお人形そこに置いてあるんですけど、めっちゃ好き。ちょっとそれは いいのかな。嬉しい。どこから出てきたの。あのね、
クローゼットの中から服の中に紛れ込んでたみたいで、あのえとか、あ、なんか見えるように、そうそうそう、つって、私は何々ちゃんですか、星、私は星ちゃん、なんだろう、そう、だからなんかやってるところを皆さんが見えて、なおかつ自分も見えるようにカメラ置いてやるのもいいかなって思ったり、そう、本当はね、今日ね、メイク道具メイクをしようかなと思ったんですけど、それはまた次の配信の時にしようかなって思ったり、この塗り絵とかのやってる姿、今んとこ結構おしゃべりしてる配信じゃないですか。で、あのお菓子作るやつやりたいって言ったんですけど、あの買いに行けてないから、まあそれは買いに行けるようになったらやろうかなと思って、今できるならこの塗り絵とか、あのスクラッチアートだからそっち優先しようかなって思ってたりしてるけど、悩んでおります。そう、三脚ありますよ。今も三脚で撮影してるんですけど、そうっていう感じ。メイク配信はね、もうちょっとしてからやりたいなって思ってるけど、そう、そうそうそう、だから先にメイク道具だけ紹介するあの配信、あ、なんか昨日かなんかの配信でなったじゃない、塗ってみせてコンビニ役、あー、めちゃくちゃ YouTuber っぽい美容系 YouTuber っぽい、そう、でも今日は全然メイク、あのいつもより適当なメイクになっちゃってる、カラコンもしてないし、なんかまつげもいつもバサバサな人なんですけど、全然今日、ま、あのマスカラも軽くしかしてないし、そうっていう感じで、ハイライトも全然入れてなかったりとか、めちゃくちゃ楽な化粧になってる。 YouTube 見たりしますか？ YouTube 見ます。今日何時までする？今何時だろう。今日もリップしてありがとうございます。今は9時半、もう9時半まで来ちゃったら10時までするかな、10時までしようかな。今日もリップありがとうございます。あ、言ったね。あ、でもいつもと同じリップなんですけど、今日全然、いつもはなんかちょっとオーバーに塗ってるけど、今日全然オーバーにも塗ってないなんかちょっと今日はね、ちょっと手抜いてる感あるけど、まあ気にしないでください。そう、なんか目がね、なんか左右違うんですよ、メイクしたら。なんかこっちの方がメイク濃く見えるっていうのがなんか悩みです。なんだろうと思って。 YouTube はね、毎日見てます。昨日も YouTube 見てた、ずっと大好き YouTube。だからこの、ね、配信中にあの上から通知が来るんですよ、 YouTube の。了解。あ、もちろんスクショタイムありますよ。今何分？ 23。 今日も5位まで言おうかな。あと8人になったら、嬉しい。どうする？今日2000人いって、明日じゃあ2000人のお祝いの配信って言って明日あれ1900ってなってた、やだ。よかったら8人の方フォローしてくださったら嬉しいですすごい嫌だ、なんか。でもよかったらフォローしてくださると嬉しいです。お願いします。深夜のラジオみたいな、今日も言える？今日はね、全然 YouTube 見てない。そう、今日はまだ見てない。さて、いや、どうだろう。まさかの明日ラーメン食べれちゃう、それは嬉しい。そう、ラーメンずっと食べてない。でも最後に食べたのは多分メールで、あ、違うかも。え、でもほんと食べてない。1ヶ月は絶対食べてないから。多分あの皆さんにダイエットするって言ったじゃないですか、配信で。私もダイエットしますって言って、でもそれはこれはもちろん食べてないし、その前からも全然食べてないから、本当に食べてない久々のラーメンになるかも、明日が。でも明日もラーメン食べたら、もうラーメン以外何も食べない。パパルピーズさん、私もパパルピーズさん見てる、毎回ちゃんと。
皆さん、私パパラピーズさんっていう YouTuber さんが好きで、そう、以前配信中にも何回か名前を出させていただいてるんですけど、そうそうそう、あ、皆さん宣伝してくれてる、ありがとうございます。あ、でも皆さんがあのハッシュタグつけて宣伝をしてくださって、そうそうそう、それもすごく嬉しいです。それでなんか少しずつしていただけてるみたいで、ありがとうございます。こんばんは、ゆきなさん、こんばんは。あ、おはようございます。りんごさん、おはようございます。ありがとうございます。昼間に撮ってこの配信、あれ、よかった。でもなんかミクルの配信見て寝落ちしちゃったっていうね、あの返信、メールの返信をくださった方が何人かいて、え、なんかそうそうそう、びっくりしました。え、私の配信でと思って。 ASMR ですね。ピンクです。あ、右上ピンクです。今日は何でしょう。え、だから今日は10時まで、もう今9時半だから、まあ、45分、まあでも45分までやるなら10時の方がいいかな。どうだろう。こんばんは、あ、ほめりなさん、こんばんは。なんか3541人の方、ありがとうございます。なんか最初にも話したけど、皆さんの握手会の動画見てくださいましたか。よかったらまだ見てないよって方、見てくださったら嬉しいです。癒し効果ね。そんな、なんか嬉しいけど、なんか癒されるなんて言われたことないから。頑張って、うん、なんか頑張って10時までします。頑張ってっていうか、全然10時まで多分あっという間だろうなっていう感じ。全然大丈夫です。見たよ、ありがとうございます。まだ見てないよって方いたら、よかったら見てください。そう、嬉しい、見てくださったんですね、ありがとうございます。そう、結構たくさんの方が見てくださってるみたいで、ありがとうございます。嬉しい、頑張って撮ってよかった。握手会の動画ってあるんだ。そう、 Twitter の方で、あの SK48 さんの公式の方で載ってるので、よかったら見てみてください。初回の配信か最初から、ここは治安がいい、ここってあのコメントの治安ですか。あ、でもリカちゃんがね、あのね、ミカルンのファンの方は優しい人が、優しい人ばっかりって言ってくださって嬉しかった。皆さんありがとうございます。握手会の動画の、あ、そう、なんかでも初回の配信かなんかでね、着たんですけど、あの服は。でもすごい肩幅が広く見えちゃって、なんかちょっと後から後悔。あ、そういえば、ね、ホマリアさん聞いてください、あのエアポッツ見つかりました。見つかったんですよ。せっかく昨日新しいの届いたのにって。でもね、動画だから全然なんか普通にこうやって感じ。ゆかぴの声、そうなんですか。ちょっと全然それわかんないけど、でも皆さん優しい方ばっかりなので、それは本当に思います。いやいや嬉しいけど、そんなの。これが見つけ元気で、あ、本当ですか。あ、3680人だった。握手会見てない方は、よかったらエアクシ動画見てください。そう、公式に載ってるのでぜひ。そう、30秒、何秒ぐらいの動画だろう、分かんない。30秒あったかな、もうなんかでも約30秒ぐらいの動画だと思うんですけど、私は。でもそう、2000年の開封の儀式が、そうなんですよね、昨日届いて、あ、もう2000人いったら開封したいからって言って置いてあるんですね、ちゃんと箱は開けずに。なのにさっき見つかりました、配信前に。配信の10分前ぐらいに見つかったのかな。もう衝撃ですよね、家族みんなびっくりして、えみたいな、このタイミングでみたいな。で、買ってくれたグラマが、えー、って言ってました。平和なファンが集まって、平和なファン嬉しい、皆さん優しいですもん、ありがとうございます。そうそう、皆さんの優しさで助けられてる部分も本当に多いので、やんのかやんのかですね、あ、わかりますよ、やんのかそんな、そうそうそう、どこにあった、あのクローゼットの中にありました。衝撃ですよね、みたいな、今のタイミングと思って。そう、でもまあ嬉しかったです。ただいま、おかえりっていう会話をしました。おかえりですね、おかえり、ただいまっていう会話をしました。
そうだけど、まあこの子はママにあげるか、なんか、うん、予備用みたいな。メインはもう AirPods Pro 使うつもりなので、マジで思います、やんのかって、ね、この私の使って汚い AirPods ですよ、めちゃめちゃ傷まみれだし、こんな AirPods 欲しい人いるんですか？いるの？めっちゃ汚い、本当に。グランマは音楽聴かないからね、スマホだけどほぼ全然使いこなせてない。でも自分の部屋のクローゼットしか探してなかったから、そうそうそうだと思います。そう、1階の部屋にあって1階のクローゼットに、そう、欲しい欲しい、僕にください、汚いですよレア物、めっちゃ傷まみれ、めっちゃ落とすんで、ボトンボトン、なんか1日に本当に5分の間に3、4回とかボトンボトンボトンって落としてた時もある。いくらな、いくらね、300円から出品できますよね300円で出そうか、むしろください。そうそうそう、でも AirPods Pro はメインで使うかな。サインも書いておけば、あ、サインね、サインじゃ決めてからってプレミアム本当に傷まみれ、なんか今までありがとうって感じ、本当に。でも本当見つかってよかったかも。99,000、本当ですか、すごい高値で買ってくれますね。そう、びっくり、本当に今のタイミングで見つかるってどういうことって感じでした、本当に衝撃。せめて買え、そう、開封してから出てきてくれたらまあって感じだった。一回も使ってないし、新しいの開封もしてないしっていうね。しかもあとちょっとで開封式できそうって時に出てきたから、なんか嬉しいけどちょっとうんっていう気持ちなんですけど、 AirPods Pro、 うん、名前入れなかったんですよ。刻印なんだっけ、刻印でしたっけ、刻印はなんか入れようと思ったんですけど、私はすぐ届いてほしいと思っちゃうから、あの5分かないで参加する、あの違う、なんか普通にソファに置いててボトンで落とすってことです。あの耳から落ちてこないけど、そうそう、このケースをボトンボトンって落とします。だから毎回ボトンって音がするから、何落としたの毎回、 AirPods っていう。あ、初見さん来てくださってありがとうございます。そう、見つかった、うん、でもね、刻印をしようと思って、で自分の名前は全然入れる予定なくて、でも入れるのを決めてたんですけど、うん、入れなかったです。あとあとネタにできる結果はないそう、結局入れなかった。どうせケースするだろうなと思ったり、なんかシール貼るかもと思ってやめた。そう、でも結構調べました、実際入れてる方の写真を見たりとかもしたんですけど、そんな感じ、いらなかった。次はケースつけて、あ、もうあの首からぶら下げますね、じゃあもう僕らの名前入れましょう。そう、でもなんか結構入れるとちっちゃく入っちゃいますよね、あれ。だから、あ、そんなちっちゃいんだと思って、ああ、もうハートの絵文字をここに真ん中に入れようか迷ったんです。でもすごい楽しみ、早く開けたいなって。実際それで音楽聴いてみて、なんかどんだけいい感じなのか楽しみ、嬉しいです。欲しいってね結構言ってたからずっと、けどねこれ壊れてもないし、まあなんかでも全然これでも満足してたから、そうそうそう、まあ欲しいって言ってたけど、なんかまあいいやって思ってたんですけど、うん、結局なんかグランマが出てきた時に、えー、みたいな、もうキャンセルしようって言って、返品返品って言ってました。そう、でも楽しみ、どんなんなのかな。だからちょっと後で AirPods Pro の機能をよく調べてみようかな、その AirPods と Pro の違いをちょっと調べてみようかなって、どれくらい長く使える、あの充電切れるまでがどれくらいかとか、
こんばんは、MM さん、MM、こんばんは、来てくださってありがとうございます。ハンズヘコン、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。こんばんな、初見さん、こんばんは、来てくださってありがとうございます。今日すごいなんか結構初見さんの方来てくださって嬉しいです。ありがとうございます。こんばんは、月見そばさん、こんばんは、来てくださってありがとうございます。ヤマの中、あ、帰りなさいって言った方がいいのかな帰りなさいお疲れ様です。そう、エアポッツね、初見さんありがとうございます。可愛い絵文字こうやってこんばんなって。そう、エアポッツね。だけどもうケースもつけます、ケース買います。フリアさん、フォローお願いします。え嬉しい、よかったらフォローしてくださったら嬉しいです。皆さんよかったらお願いします。たくさんの方、たくさんの人来てくれ、嬉しい。皆さんと握手したいし、お話ししたいし、フォロー増えるといいね。皆さんよかったら、あのツイッターの方でもエア握手動画が載ってるので、よかったら皆さん見てください見てくださったら嬉しいです。今日前ごめんなさい、そう最近ずっとこっちなんですよ。最近ずっとこっち、パーツそうずっとこっちだったんですけど、なんかこっちの方が最近綺麗に巻けます。うん、どうだろう、どっちの方がいいんだろう。でも変わりますかね、右左、隣のレーンから、あ、じゃあ手振り行きましょう。やっほー、初めて見た、なんかすごい皆さん言ってくださいますね。しっかりしてるイメージだったりとか、ミクルのすごいしっかりしてるねって言ってくださるんですけど、って思いました。多分絶対あとあと、ミクル全然しっかりしてないかもって。ドキュメンタリー見て10期生に決まってるんだね。だから初見さん、あ、なるほど、ありがとうございます。皆さん見てくださって、10期生の方ですか、可愛いですね。そうです、10期です。スキーの10期生の人はミクルです。ミクルンって呼んでください可愛いですね、ありがとうございます。メイちゃんさん、メイさん、どちら、メイちゃんさんちゃんさんだとあれかな、メイさん、ありがとうございます。初見さん、この流し方、じゃあこっちにしようかな、前髪。でもたまにこっちに流したり、でも本当にね、前髪上げて配信したいなってね思うんですけど、ちょっと前顔が嫌だから悩んでます。でもいつかしたいなって思ってるから、前髪を伸ばそうかね迷ってるけど、昨日まゆちゃんが前髪切ったってことをね気づいてくれたから、まあまた切っちゃうかも結局伸ばせないかもしれないけど、しっかりしてる素敵な子なんて皆さんに伝わってね、なんかそれは嬉しいけど、おでこだし、そうだ、おでこね、おでこ広いからおでこ広いから、そう、ひどいんですよおでこ。あと眉毛の描き方が下手だから、それを隠すためにあの前髪のセット何分かかる、もう一回スッて巻いて終わりです自分。だから3分かかるかな、3分ぐらいです。そう、前髪ね、前髪切ったの、全然だからすごくびっくりしました、気づいてくれたと思って、猫だし、おでこ、猫だし、本当におでこすごいテカって見えません、おでこ今。ミクルさん、これはやっぱり、でもドキュメンタリーの私すごくブサイクなので見てて恥ずかしくなっちゃうちょっと待って、でもデコ出しね本当にしたい、ちょっと新しいっていうか、ちょっとイメージ変わるかなと思うからしたいんですけど、なかなか勇気出ないから、そうそう、ちょっと待って、前髪触ったら崩れちゃった、かわいいよ、ありがとうございます。ちょっと崩れちゃった。でもね、デコ出ししたいんですけど、なんで今できないかって言われた一番の理由が、あの以前覚えてますか、私コテをでおでこやけどしちゃったって話したの覚えてます。結構ねひどくて、やけどが、そう、どこだろう、そう、ここセンター分けにしたらダサい、ここ見えないね、ちょっと
結構ひどくてね、これは後になりそうな気がしてやばい、配信終わったらツイッター、あ、ぜひ皆さん見てください。めっちゃ可愛かったね。え、そう、おでこやけどしちゃって結構ひどくてね。そう、あ、でも今はだいぶ良くなったかな。あ、でもこれはファンデーションついてるからかな。でも本当に結構ひどい、赤くなってる。まあそう、治ってない。冷やせばよかった、ママが言ってました。でも冷やした方が良かったねって。けど本当にだから前髪上げたくてもちょっと今ねやけどがあるから。けど皆さん結構広そう。あ、おでこですか。おでこ広いです。顔が丸いからね。そう、顔丸いのを前髪でちょっと隠してる部分はあります。私かさぶた、僕のハムスターに名前つけてください。え、ハムスター、ハムスター飼ってるんですか。いけど危ない。そう、心配。ほんと前髪上げたい。こんな感じ上げたら猫広くないですかっていう。初めてあげたかも、この配信で。この4022人の方、レアですね。ちょっと待って。ハムスターの名前何？ナッツ。可愛くないですか、ナッツ。私動物、なんか次ワンちゃん買ったりとかしたらナッツってつけたいって思ってたんですよ。え、ナッツなんでって思いますよね。でもなんとなく。幼くなるね。ありがとうございます。え、スクショ絶対ブサイクじゃないですか。それダメですよ、スクショ載せたら。デコ出しのスクショダメですよ、載せたら。配信見てくださっただけのにしときます。ダメですよ。そう。でもなんか私、おでこを出してた時に、中学の時に一瞬ね、なんかちょっと、チャラいよって言われた。チャラいよっていうかなんか、マンジ感強めって言われた。だからやめた。最高。え？ハムスター？ハムスターナッツですよ。最高って、前髪のこと。え、なんだろう、ナッツ。ダメダメ。そう、もうちゃんとデコ出しの写真をちゃんと皆さんに見せたりとかしたら、マジかすごいって。多分髪の毛の色かな、多分その時。私結構配信黒く見えるけど、意外とね中の方なんかちょっとなんか色がね固定のしすぎなんですけど多分。いや、ほんとめっちゃマンジカンって言われた。めっちゃマンジカン強いよって言われて、やめなって言われた。かなや。と思って。と思って。どういうこと？と思って。そう、言われました。そうなんですよ。チャラいみくん好き。チャラい？私でもチャラそうに見えますか？どうだろう？チャラそうに見えます？見えないかな？おとなしそうに見えるってすごい、言っていただけるけど、それはそれでなんかありがとうございます。あと5人。あと5人なんですか。今日行けたらいいですね。あと17分しかないけど、あ、待って、もう45分になっちゃう。ランキング言わなきゃ。よく見たらおでこでマンジって書いてあるか。あ、じゃあマンジ、そう、マンジって書いてあるんですよ。そうそうそう、だからやめなって言われました。マンジって書いてあるからやめなって言われた。そう、4113人の方見てくださってありがとうございます。よかったらフォローしてくださって嬉しいです。よかったらピンク色にしてください。ちょっと待って、ランキングを言うからリップを塗ります。ごめんなさい。正統派なんですか。でもなんか、でも結構配信終わった後もちょくちょくこう増えてくださって嬉しいです。正しそうに見えるけど喋るとそうでもない感じ。割と中身はパリピの可能性、あ、それはありますね。多分スクショのためにちょっと森に行きます。ちょっとごめんなさい。よし。そう でもね今日翔くんさんも新しく作らせていただいたりとか、ヤナケンさんも新しく作ったりとかしました。あとナオナオさんも作らせていただいたりしました。皆さんありがとうございます。いつも来てくださって。ギャルルン
妹にファン、ありがとうございました。なんかごめんなさい皆さん、そんななんか2000人行くようにってすごい嬉しいね。ウェイ、嘘、めっちゃウェイって感じですよ、もうイェイって感じ。もう全然、そう多分ね、学校の子は私の配信見たら、あれミクルン、ミクルンじゃないや、ミクルンなんかちょっと違うぞってなっちゃうかもしれない。でもなんか友達が私が一番最初にした配信を見てくれたみたいで、なんかスクショ送ってきました。えと思って、見たのかいって言って。えなけんさん、そう、ありがとうございます、いつも来てくださって嬉しいです。イエイは可愛い、イエイ。全然なんかでもこんな感じじゃないけど、全然、うん、そんなにおとなしくないですよ。おとなしくない、でも別にそんななんかいつも静かな感じでもなくてっていう感じ、ギャーって感じじゃ、そんな感じだけど、そう、木野さんでもありがとうですね。そうびっくりした、えってなんで知ってんのってびっくりしましたもん。でもすごく活動を応援してくれてますね、いい友達、本当にいい友達。前で久しぶりに話したりとか、仲いい子のグループで喋ってた時に、そうちょっと今の状況が落ち着いたら会えたらいいねって喋ってたので、そうそうそう、だんだん分かってきた気がする。私の感じ、ウェイって感じですか。配信見ておとなしいイメージはなくなった、それはいいのかな。でもでもね、すごい初めて会った方は結構おとなしいと思うみたいです。でも私のこと知っていくと、あれ全然ミクラおとなしくない、逆に全然うるさいなって思われますよ。じゃあランキングを言おうかな。1位、アンキューさんです、ありがとうございます、いつも嬉しいね。そうじゃあ今日は、取れたかな。でも多分、でもおとなしそうに見えるんですかね。コングラチュレーション、どうなんだろう。おとなしそうに見えるって あんま普段言われないから嬉しいけど。あ、2位、ヤナケンさん、お嬉しい、先ほども見せちゃったけど。ありがとうございます、これからもよろしくお願いします。しようかな。どうだろう、あ、初見さん、のんのもりさん、ありがとうございます、来てくださってありがとうございます。話し方がそれ、多分実際握手会とかで見たら違うかな。でも多分そのうちミクロンって意外とこんな子だったんだってわかるかもしれないです。ありがとうございます、ヤナケンさん、ありがとうございます。その次、ありがとう、こちらこそありがとうございます。次です、3位、マエスさんですね。妹、あ、妹じゃないです、私姉です。苗字ですよね、多分言いたいこと違います、ただ苗字同じのだけです。次、マイスさん、マイスさんもいつもありがとうございます。でもすごいね、あの名字が同じで言ってくださる、すごい、なんか名字が同じ、さっきの妹さんじゃない、え、あ、そういうこと、あ、びっくりした、ごめんなさい、勘違いしちゃいました、ありがとうございます。ありがとうございます、ごめんなさい、勘違いしちゃいました。妹って言われると毎回あの同じ質問かなって思っちゃう。ニキノンさんの妹かな、のんの森さんだから。ありがとうございます、ごめんなさい、勘違いしちゃいました。ありがとうございます、ニキノンさんの妹さんかな、あ、ちょっと前さんの写真、ありがとうございます。復習できたかな、ごめんなさい、喋りながらずっと思ってた、漢字話すぐらい質問、そう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 なんですよ、ありがとうございます、フォローしてくださってありがとうございます、本当に、こんばんは、佐久間さん、こんばんは、初見さん、ありがとうございます、来てくださってコメントもありがとうございます、こんばんはです、すごい、ありがとうございます、妹さんも。
食べました、ありがとう。こちらこそありがとうございます。いつもありがとうございます。次4位、プリンゴさん。え、プリンゴさんありがとうございます。嬉しい。はじめまして、みらりちゃんじゃなくてみくるちゃんのね、読み方が難しい。そうなんですよ、ちょっと読み方難しいと思うので、みくるんって覚えてくださったら嬉しいです。お願いします。プリンゴさんありがとうございます。これは皆さんのスクショタイムでもあるかな。取れましたか。プリンゴさんありがとうございます。4位ありがとうございます。これからもお願いします。次5位が、ちょっと待ってね、5位ともさん、オッケーです。あ、ちょっと待って、違うとこ押しちゃった。ともさんです。ともさん、ちょっと待ってくださいね、探しますね。ありがとうございます。ちょっと待ってください。ありがとう。こちらこそありがとうございます。ちょっと待ってくださいね。あった。トモさんありました。名前の話は、そうですね、名前の話は、どうやったら皆さんに覚えてもらえるかな。もっと頑張ります。トモさんありがとうございます。取れたかな。取れましたか。ちょっと取れたら教えてほしいです。早く取れました。お、ありがとうございます。イエーイ。皆さんありがとうございます。あとはちょっと待ってくださいね。まゆちゃんもいつもありがとうございます。ありがとうございます。せんざんもいつもありがとうございます。皆さんハッシュタグ見させていただいてます。ありがとうございます。あとは。兄さんもいつもありがとうございます。いつも可愛いよ。いやいやいや、本当嬉しいです。ありがとうございます。兄さんもありがとうございます。ありがとうございます。次、本当にありがとうございます。皆さん、そうそうそう、今日は久々に10時までやってますね。ホークスさんもありがとうございます。いつもありがとうございます。ちょっと待ってくださいね、ちょっと待ってくださいね。あとは、そう、でもなんか10時までがちょっと久しぶりなので、ちょっと今日何時からだったっけ、配信7時、あ、45分だったか。スジーさんもありがとうございます。ありがとうございます。本当に皆さん、今日はだから10時に終わるから、2000人おめでとう。え、2000人、え、確認します。2000人、本当にチェックしていいですか。え、2000人、取れました。いつもありがとう。こちらこそありがとうございます。本命ジャス2000人、え、本当ですか。え、待って、確認しますね。本当だ、2000人です。ありがとうございます皆さん。え、本当にありがとうございます。本当にありがとうございます皆さん。え、嬉しい。嬉しい、ありがとうございます。やめた、ありがとうございます。え、もう今からでもエアポッツ開けたい。けど明日まで我慢します。でもちょっと待って、皆さんの名前だけ出させてください。ありがとうございます、ありがとうございます。皆さん、皆さんありがとうございます。嬉しい、皆さんのおかげです。本当に皆さんフォローしてくださってありがとうございます。嬉しい。じゃあ次の目標は2500にします。嬉しい、ありがとうございます。誰も100個投げてありがとうございます。もう今からでもちょっとエアポッツ開けたい。開けたいよ。けど明日まで我慢しますね。でも明日はちょっとね、早めにあの配信始めようかなと思ったりしてるけど、ちょっと待って、ブヨンさんの名前探しますね。ちょっと待って、
あった、ビヨンさんスクショ。おめでとう。え、どうもありがとうございます。本当にフォローしてくださって。ビヨンさんありがとうございます。ありがとうございます。取れたかな。ありがとうございます。皆さんのおかげです。本当にありがとうございます。前のフォローも役に立ったから。ありがとうございます。本当に。もう一回、OK です。もう一回ですね。はい。嬉しい。ありがとうございます。どうしよう、明日。明日、1900何人に戻ってたらどうしよう。ね、今日記念日だけど、あと5分で配信終わっちゃう。取れましたか。ね、嬉しい、本当にめちゃくちゃびっくりしました。ちょっと皆さんの名前出したいから、ちょっとあのスクショできなくてもちゃっちゃって出しちゃうけど、いいですか。いいかな。ちょっと待って、皆さんの名前、ちょっとマニアさんも、あ、先ほど出したかな。あとトトさんもありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、今日お久しぶりに来てくださってありがとうございました。嬉しかったです。ありがとうございます。ちょっとみんなの名前をどんどん出していっちゃった。ありがとうございます。ちょっと待って、あと4分。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さん、ちょっと皆さんありがとう。下の名前、なんか下の名前、あ、あやさんもありがとうございます。あと香山慎吾さん、あ、もうありがとうございます。忙しい、シュール、紙芝居みたい。そう、ちょっと皆さんありがとうございます。ちょっと皆さんの名前を出しますね。ちょっとスクショできなくても、ミクロに、あ、ミクロの一人、そうですね。でピース、最初ピース、できてる、スクショ。こっち。あ、ね、ハート飾りたい。今明日早くから配信したいんですよねって思ってる。明日早く皆さん来てくれるかな。どうだろう、3時とか2時とかからやりたい。どうだろう、できるかな、わかんないけど、早くから始めたいなと思ってるから。ありがとうございます。どうしよう、配信終わったら1900に戻っちゃってた、それは悲しいけど、本当にありがとうございます。皆さんのおかげです。本当に本当にありがとうございます。なんかこんなに早く一緒に行くなんて思わなかった。何時から、何時から、4時、夕方4時とか、早くてでもそれくらい、2時、夕方の2時、夕方じゃないですよ、2時から、なんかもうそれくらいの早い時間に始めたらいいかも。やつ配信見に来る、今猫出しスクショチェックして確かに行くと見えるから。あ、本当ですか、見えてました、ごめんなさい、そんな、ごめんなさい。治ったら猫出しします。写真、そうファンデーションでね、ちょっと隠れてたりはするけど、昼間は見れない。うん、だからどうしようと思ってます。明日は普通に夜にして、え、うん、わかんない、でもちょっと早めからやっちゃうかもしれない。早くエアポッツ開けたいから、ラーメンも食べたいし、皆さんと今なんかこうやっておめでとうって頑張ります。ちょっと早めにちょっと調節しますね。だから早く自分も、でもね、あの動画撮らなきゃいけないのですよ。あ、待って、59分だった、やばい。あの本当にありがとうございました。無事に今日2000人行くことができて、本当皆さんのおかげです。本当にありがとうございます。本当にありがとうございます。これから2500人目指して頑張るので、よかったら皆さんこれからもよろしくお願いします。4562人の方ありがとうございました。よかったらフォローしてくださったら嬉しいです。お願いします。見てくださってありがとうございました。